はようございます、10月31日あ10月も終わりですね、の朝のコーヒーですね、陽気なセニョリータにしました。そして、今日の格言ですね。アイデアの評価は自分が面白いと思うかで決まる。はい、もう独断と偏見ってやつですね。自分が面白いなと思ったら、それはいいアイデアであるということですよね。本来だったら世間が素晴らしいというものがいいアイデアなんだろうけど、まあそんなことはもう無視して、もうとにかく自分が面白いと思ったら OK みたいな感じに、僕は考えております。はい、ブルワンギフト、今日も、出しますけど、ブルワンギフトですね。はい、こちら、玉木のホームページの方から位置をお買い求めできますので、よろしければって感じです。はい、それでは準備しましょう。はい、まず穴を掘ります。はい、お湯を用意します。今日はですね、湿度41なんですけど、ちょっと今外雨が、降り始めてますので、これから考えると、多分湿度は高めに、考えていいんじゃないかと。コーヒーミル引いた時の静電気の 出方からすると、湿度はまあそこそこあるであろうというふうな感じがしております。となると、一応仮説では湿度が高い側ですから、湿度が低い方がどちらかというと、抽出時間が短い系だったんで、まあすごく高くは、湿度が高くはないですけど、今日は一応、4分半ぐらいまで行くんですかね。仮説としてはそうなりますが、どうなんでしょうか。まあただ豆の鮮度とかなんかの影響もあるでしょうから、一概には言えませんが、はい、行ってみたいと思います。はい、蒸らしですね。真ん中に、あ、まずいまずい。真ん中に入れします。で、落ち始めたら周りにかけますね。濡れてるとこと乾いてるとこの境界分です。1分半ですね。蒸らし1分半。はい、今日の格言、アイデアの評価は自分が面白いと思うかで決まる。まあさっきも言ったように独断と偏見なんですけど、結構そういうのっていいことだと思うんですよ。つまり本来アイデアって、まあ特許もそうなんですけど、人がみんながいいなと思って、で、みんなが使うことによって物って、価値が出てくるわけですよ。アイデアって売れる売れないっていうのはそこですよね。だから普通に考えりゃ、自分が面白いと思うかで決まるなんてのはおかしいわけで、
本来はいや人が素晴らしいと思ったものがアイデアとしては評価されるべきであって、自分なんか関係ないでしょっていうのが本当だと思うんですよね。物を売る、そのアイデアを売るということで考えるならばその通りだし、例えば、コーヒーの器具とかなんかでも、いろいろな器具が今出てきておるわけですけど、売れる売れないに関して言うと大半のものが多分一時出てきて多分、沈むと思うんですね。今出回ってる、珍しい、器具というのは大半が沈んでっちゃうと思うんですよ。ああいう何ですか、こう三陽さんが出してるこう角度45度の、ドリッパーだとかね、ああいうのは多分、沈んでく、もうほとんど沈んでるかもしれないですけど、沈んでくと思うんですね。それ以外でもこういろいろなドリッパーが作られたわけですけど、大半は沈んでっちゃうんですよ。それは何かというと、世の中から必要とされてないからですよね。世の中から必要とされてないというか、別段そんなのいらんよねってことですよね。つまり、今までのドリッパーでいいよねってなったら、別段今までのドリッパー以外はほとんど、残らずに大半のものが消えてっちゃうと思うんですよね。でそれがまあ本来で言えば現実だとは思うんですけど、ただには消えていくかもしれんけど、それが存在したっていうことは僕は評価してもいいのかなと、つまり評価してもいいのかなというか、それは面白いと思った人が作り上げたわけだから、それは評価してもいいのかなと。確かにこう例えば普通に今までの器具を駆逐することはそういう器具はできなかったけど、一石を投じることはできた。もっと言うと、いろいろな人がその器具というのを目にして、いろいろまた新しいアイデアを、考えるというか参考にするというかいう機会は生まれたと思うので、そういう意味では全然出てきた価値がなかったわけではない、売れなかったかもしれないけど出てきた価値がないわけではないというふうに思うわけですよ。だから売れるから正義、売れないからダメというんじゃなくて、売れなくても何であろうがもうとにかく自分がすごい面白いなと思えたものは全部正義というふうに、もう何でもかんでも正義というふうにくくれば、作る側が売れなくてもがっかり、まあがっかりはしますけど、商売でやってたらまあがっかりはすると思うんですけど、それでもやった価値があるというか納得する部分があるような気がするんですね。結局アイデアなんてもんは趣味ですからね、面白がってるだけですからね、考える側としては。だからそういう意味合いで言うと、いろいろなアイデアをこう世間のためにとかいうふうに考えるんじゃなくて、本当にこう気楽に自分の自己満足でアイデアを考え、自分の自己満足でアイデアを発表してみんなから面白がってもらえる、喜んでもらえるだけでもうアイデアなんて十分のような気がします。また中途半端だね、もう。
どっちにも転がらない。4分前の、にもなってないし、4分30秒を越してもいないという。この一番面白くない、抽出時間ですね。うん、この辺の抽出時間って昨日とかなんかと同じなんですけど、ちなみに今日はまあメキシコを使わなかったんですけど、まあ、陽気なセニョリータってメキシコベースのブレンドなんですね。だから豆の鮮度としては同じなんですよね。で、同じものを使って同じ結果が出てということは、鮮度の方がこの場合湿度よりも影響が高いのかというふうな雰囲気もあるのかなという気がしますね。はい、試飲です。とにかくずっとこの頃抽出に関しては安定してるんですよね。全く文句をつける気配のない、抽出なんですけどね。抽出時間だけが自分の中で何が原因かというのがつかめてない。そこの中で湿度よりもなんかこの感じからすると、豆の鮮度の方がその、抽出時間の部分を、コントロールしているような気が今はしていますかね。はい、ということでですね、今日はですね、まず、玉木、ブルワンギフト、今日ちょうど、出荷するんでこの後チャット、用意しなきゃいかんのですが、ブルワンギフトですね、チロルチョコレート付き、箱に入れないとチロルチョコレートが付くという、はい、やつでございます。はい、そして、今日の、コーヒーはですね、陽気なセニョリータ、メキシコベースのブレンドとなっておりました。そして、格言、アイデアの評価は自分が面白いと思うかで決まる。はい、もうとりあえず自分が楽しければいいです。それで十分だと思います。ということで、今日はここまでで仕事に戻りたいと思います。今日選挙でしたね。はい、当然ながら朝一番に選挙に行ってきました。